キングスネークのロッキンチェアというギターをご紹介いたします。このキングスネークというブランドなんですけれども、あまり馴染みがないかもしれないんですが、割とですね50年代60年代のモデルをモチーフとしたギターが多いんですけれども、まあ現代風にですね使いやすいようにネックシェイプとかスタイルをですね改善して現代に蘇らせたモデルが多いのが特徴であります。このロッキンチェアと名付けられたギターなんですけれども、ボディがですねかなりちっちゃいサイズになっておりまして、このネックのジョイントもですね13フレットということ、それとあとピックアップがないんですね。ですのでこちらはですね、まあパーラーギターという部類になるんですけれども、まああんまりこうライブでガンガン使うというよりもご自宅でつまびくようなギター、そんなスタイルになりますね。ボディなんですけれども、こちらがですねスプルーストップ、そしてマホガニーサイド&バックなんですけれども、トップはですねアーチのかかったフホール付き、そしてですねこちら独特なブレーシングになってるらしいんですけれども、これがデトロイトワンブロックというブレーシングがされてまして、独特な中低音が鳴り響く、そんな構造になっているようです。そしてサイド&バックなんですけども、こちらマホガニー材なんですが、バックの方はですねあえてこうフラットになってますね。普通のアコースティックギターと全く同じような感じで、トップだけアーチがついているというところになります。でそしてネックなんですけれども、こちらもですね、まあ、13フレットでジョイントということで、すぐに手に馴染むようなところに、まあ、ナットがあるんですけれどもね、ネックの形状もこれはどうでしょうね、U というか O というか、まあ、かなり昔のビザールギターをモチーフにしてるんでしょうか、やっぱりちょっとこう丸田んぼを半分に切ったような大雑把なネックなんですけども、この太さがですねかなり細いスタイルになりますので、ビザールギターですとだいたいこのネックが太かったりとかですね、ちょっと手が合わなかったりとかするんですけど、そんなことはなくて本当に弾きやすいグリップ感になります。
全体の重量もですね 1.7 キロしかないんですね。本当にもうちょっと手の届くところに置いておいて、つまびく、そんなスタイルがいいんじゃないでしょうか。ぜひ一度お試しください。